お店って何年ぐらいやられてるんですか？ここでは15年目です、うん、あ、以前もどっかでやられてたんですか？以前兼用しとったんやけど、あの、はい、ショッピングセンターの中で。あ、そうなんですね、うん、そこ閉店してここ1本で25、6年やってます。中華一筋ですか？一筋です。そうなんですね、うん。
ただきます。はい、どうぞ。おはようございます。
はい、いらっしゃいませ。間違いなくチャーハンうまいです。チャーハンも美味しいね。はい、タルタルチキン。はい、少々お待ちください。タルタルです。この B でブラックラム。
大体2日に1回とか来たりとかしたりとか、ね、休みの日も大体ちょこちょこ来ますね。いつも僕、まあ、天津飯か、はい、ほんで最近だというかそのブラックラーメン、はい、会社の人が食べてて、はい、ほんで美味しそうやなと思って、ほんで食べてから僕ちょっとハマってて、あちこち行かしてもらってるんですけど、はい、おい、はい、結構上位ランクですね。そうです、はいはい。こちら、はい、はい、はい、どうぞ。
ラックですね。あ、はい、ですか。こっち、この目前に。あ、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、失礼します。はい、ありがとうございます。セットです。はい、どうぞ。2回目に。美味しそうな顔する。美味しい。だいたい土曜日で300から350ほどです。うん、昼で。で、夜でまた追加ですね。うん。はい、失礼しました。はい、おっしゃな、ちょっと
明日は休憩なしでバタバタやる。オードブル。うん。どうしようかね。そうか、明日。クラブの。うん。いや、どういう感じだ。はい、お待たせいたしました。キャンプ麺のセットです。どうぞ。お待たせいたしました。A ランチになります。はい、どうぞ。半分に入ります。今日のお手伝いは
行くぞ。買い物行って軽く飯食べて、よくなって。またよろしくお願いします。はい、ちょっとピリ辛で。
じゃあ圧倒的に中華丼、あとはその1週間で変わる週替わりコンビニとってたんですけど、あとはチャーハンですかね、チャーハンと担々麺、今はあの季節物で冷やし担々麺とそれもすごい出てます。Thank you.
Thank you.
週替わりです。
かせじゃん。Thank you.
お待たせしました。コンビセットホイコーローご飯つけ鍋です。こちらもお揃いでしょうか。はい、ごゆっくりどうぞ。マスクっていうか美味しいで す, いです。ちょっとピリ辛で。ピリ辛で、うん、美味しいです。甘辛。甘ライス交換してて。
さん行きますよ。皆さんお願いします。マスターの探求心よね、中華にかける探求心、料理を作りたくてしょうがないっていうの。このワカサ牛シューマイです。まあ、福井の牛って言ったらワカサ牛じゃないですか。近くのあのワカサ牛の牧場やってはる牛若丸さんから仕入れてます。食感とか違います。やっぱり新鮮なんですよね。牧場近くにあってもうすぐ新鮮な肉入るんで。いや、ずっと撮ってるの大変ですよね。玉ねぎとクワイと干し椎茸とクミンです。福井はあの奥さんの実家なんですけど、まあ、大阪にいた時にまあ子育ても兼ねてちょっと親とか友達とかいる方が奥さんも育てやすいということでこっちに引っ越してきまして、で去年仕事を辞めたタイミングでちょっと職探したんですけど、まあ、自分でやろうかなって時にここの出たい村があったんで、まあ、とりあえずやってみようかなって感じで。入りやすいようにして今から塩麹で盛りにします。焼いた後もこう柔らかい状態にチャーシューが仕上がります。これ付け合わせで使ってるんですけど、ごま油回して塩軽く振ってオーブンで蒸し焼きにして、今から白ワインで炊いてコンポートにします。お客さんは最近は半分ぐらいが常連さんで、ちょこちょこっと観光客の方と初めてのお客さん、半分ぐらいリピーターですかね。最近はありがたいことに。まあ、食材も当然なんですけど、器とかそういうのもこの辺のもの、九谷焼きだったりとか美濃焼きとか使ってます。暗いですね。
沸かしたシロップにつけてちょっとこのまましばらく冷めるまで蒸らします。で食べた後にこう美味しかったからっつっておかわりしてくれる人もいますし、中身はシンプルに若狭牛と玉ねぎとクワイと干し椎茸です。でアクセントにクミンとククロミ入ってます。クミンです。中にもあの刻んだクミン入ってるんですけど、まあ、見た目とその蒸し上がりの香りのためにちょっと表面にも散らしてもらいます。で上に彩りで戻したクコの実飾りつけてます。結構緊張しますね、これね。で普通のシューマイと若狭牛のシューマイです。軽く昆布締めしたブリを皮目を香ばしく炙ってます。調味料のセットこれ、カダイフです。トウモロコシのでんぷんで作った細い衣みたいな、こう揚げるとこうサクサクになる、フランス料理とかトルコ料理で使う衣なんですけど、もう僕の中ではここでやってることをちょっとブラッシュアップしたらもう外でもできるぐらいの料理はやっておきたいなっていうのはあるんで、この甘エビはあの三国の瀬越水産さんの福井甘エビ、メスのサイズのいいやつ使わせてもらってます。であとはオーダー取ったら揚げたら完成です。刻んだパクチーと生姜のみじん切り、刻んだニンニクです。でこっちは甜麺醤と醤油と砂糖スパイスを混ぜたつけだれ。ちょっと甘めですね。甘じょっぱい感じですね。甘じょっぱい。はい。で結構しっかりめに砂糖入ってるので焼き上がりにいい感じに。塩麹でマリネした肉を、でこれ後で1時間2時間2時間ぐらいつけて焼くんですけど、はい、焼き上がりに蜂蜜で作ったシロップに一遍塗って、さらに艶よく仕上げます。で、このままオーブン300度で10分ほど焼きます。蜂蜜と水飴を煮詰めたやつ
さらにもう一回香ばしく仕上げます。こんな感じですね。手前でもいいから食べたいとか、相手が出ますねとか、なるほど、いろんなバージョンも。大根餅ください。大根餅一つ。大根餅ください。大根餅一つ、はい。佐藤さん、これ。3名様まで、前菜盛り合わせでございます。よいしょ、はい、お願いします。はい、これを今黒酢と蜂蜜醤油で作ったタレで絡めます。ほぐしたザクロです。はい、お願いします。はい、中品亭さんのベストソフト。はい、酢豚でございます。食べ過ぎた。食べ過ぎても、ザクロ、そうそう、お芋ね、うん、美味しそう。いただきます。いただきます。トロトロ、ザクロ、これ、はい、クリームチーズ、紹興酒のタレに漬け込んだやつです。あ、うちの畑なんですけど。こ
これしっかり取ってください。これ。中に行きますよ。今日は下は？今日下は椎茸です。はい。福井さんの椎茸です。はい、ああ、ね、私。まろ、ちょっとまろやかになる。けどそのピリ辛で。普段のこっちが。皆さんお願いします、はい、こっちがあの三名ゲストさん、ゲスト様、セコあの飲んじゃった、何やったうちなんか全然飲んでないよお味とかっていかがですかね。めっちゃ美味しいです。なんか本格中華の味、屋台なのに、数が多すぎてボトルもありそうですか。表面だけ、これ焦げるんですけど、はい、今行くそうじゃん。お願いしといていいですか。ちょっと気になる。わかさぎと気になると松茸の炒めです。気になるのね。また後ろ浸水してないです。大丈夫。ああ大丈夫。
こんな感じです。トッシェルのユリソースです。はい、ありがとうございます。この店の魅力って、はい、マスターの探求心よね。中華にかける探求心。一緒に喋っててもとにかく料理を作りたくてしょうがないっていうの。そう。でそのソフトシェルクラブを最初に頼んだ時も。やっと頼んでくれる人がいて、俺作りたくてしょうがなかったんだって言って行った時には、あ、頼んでよかった、食べてよかったっていう、そう、その繰り返し。だから次来た時に 何があるんだろうとか。中華の美味しいこういうお店って少ないんですよ。減ってるの。ここへ来るお客さんみんな、あのそういう料理を食べたくて来たっていう国の人が多くて、なんか久しぶりにこういう楽しい中華を食べたねみたいな。そう、期待してるんです、みんな。福井のみんなが期待してるんです。ここも可愛いんだ。いた、どう、ごめん、ちょっと待って。パターンお願いします。はい、素敵な大人の人たち。でもなんかいいの、これでも、はい、いただきます。ありがとうございます。値段では多分出ない。ふうめお待たせいたしました。上海ガニ味噌煮込みイフメ。あら、ちょっと待って、あらにとって言われば、そんな取れる、そう、はい、あと頑張ってください。はい、ありがとうございます。気をつけて。お待たせしました。半身盛りです。すごい気になりました。赤い黒に乗ったのがワカサギ牛とクミのシューマイで、黄色いのがあの普通の豚とエビのシューマイで、手前があの森わかめとペンネルで作った牛エビ餃子です。ちょっとでも味付いてますけど、好みです。醤油からしでお召し上がりください。はい、お願いします。蒸し鶏、ブリ、チャーシュー、クラゲ。はい、お待たせいたしました。人生のリアクションでございます。食べこの爪で。あ、そうそう。黄色いのがシューマイで、赤い黒に名乗ったのがワカサギ牛とクミのシューマイ。鳥今食べはるから。なんか辛いのらしいです。辛いの。三番さん、
さっきのタレと一緒っすね。ネギたっぷりが美味しいですね。はい、ユリンチお願いします。ユリンチお待たせいたしました。あ、ユリンチって言うやんて。あ、よかった、今日ネイル行ったところにレミちゃんの、ほら、あら、そうなんや。あ、レミちゃん帰ってきた。お願いします。はい、クリームチーズです。はい、お待たせしました。参考にしてます。やばいね、みちです。これ全部食べれる？頭ごと食べれます。まあ、はい、あ、これ違うな。なんて言ったっけ、フリッターっていうのじゃない。あ、これソフトシェルクラブのフリッターの卵入り、うん、これですか。そう、違う。はい、中華でなかなか美味しいお店ってないから、うん、でちょっとおしゃれ、本格的なこういう、食べられんよね。たまり醤油とオイスターソースのソース。ごま油とのスープを乳化させて濃度をつける。これ7番のインフルエンス。これ多分全部か。はい、はい、インフルエンス。この間ここの店で聞いたと思うんだ。どっかで店やってるって言って。そういう人といたら、もう逆に嬉しいですよね。例えばその上がりとか上がりとか。ああ、なるほどね。孫とか買わないですけど、季節問題でその、タイのフルーツとか野菜とかは全然変わるんで。
だから行きますよ。お願いします。OK ですか？正面から行きます。お皿を2つ一緒レンゲも1ついただきます。おいしそう。みくりの、みくりの甘エビです。瀬越水産さんの甘エビです。はい、お願いします。ちょっと遠いですよ。乗るので待ってくれる。すごい。受けてました。こういう感じ。隣。ホテルとかも忙しい時こうやってなんかちょこちょこっと食べれるものを作ってざっと食べてどうぞ。ありがとうございます。寝るとあるよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、どうぞ。あ、さっきのブリちゃん。そう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 。ああ、あのソースめっちゃ美味しかった。瞬間燻製。アラカルトであるんですけど。取ってた。取ってたって見るか。あの緑。蒸しますね。はい、お願いします。下キニラとネギです。はい。ごめんなさい。こういうの食べなかったけど、こういうの食べなかったかったです。ほんと美味しいんで、また来ます。ほんと美味しいですよね。ほんと美味しい。表面のこの、この焼けてるところが美味しい。ニラとごま油。YouTube 出ます？出ます？出してください。みんなに言わないと。ぜひとも。これ私の手ですって。うん、Thank you.
個持ち帰り、1個2つとも食べはるってことですか。はい、わかりました。春巻きより普通でしょ。やめてよ、もうやめてよ。その時の寝る配置はどうなるの。私は別で、あっと見て帰ったせいだよ。じゃあ遊覧船とかどうなるの。どうも、どうも、はい、失礼します。さあ、どっちかも失礼します。けどね、はい、サービス。やったー、めっちゃ幸せ。メニューにないですこれ。今後の目標ですか。まあ福井で中国料理どこが美味しいって言われた時に、まあ一番に丸って言ってもらえるようなそんな店にしていきたいですね。でまたここを出て独立、自分の城を持てるように、お客さんに喜んでもらえるようにこれからも頑張っていきます。だいたい前の晩に取るんで、これから今日の夜も使うやつを。何代目になるんですか。祖父が小料理屋かなんかやってたらしいんですけど、その後、父が中華料理の修行をして中華料理屋にしたって聞きましたけど、私にとって義理の父なんですけど、中華料理屋になってからは私の2代目になるんですか。
静岡出身で、ええ、きっかけがあったんですか。向こうであの今の嫁と会ったんで、結婚するときどうしようかいう話になって、まあ、結局私はこっち来たんですけど。それ何年ぐらい前ですか。かれこれ25年ほど前ですけど、うちの実家が農業だったもんですから、でずっと農業の年でやってたんですけど。それまで飲食は、いや全く、麺類って結構出ます。昼の定食で麺とセットになってるんですけど、それは召し上がられますけど、どっちかというとご飯物の方が多いんですよ。一番人気はやっぱ今カツ丼が一番多いんですよね。まあ、カツ丼お昼はちょっと若干安くなってるんですよ。定食のカツ丼食べていただくと、まあ、お味噌汁とあと杏仁豆腐と脂肪がついて、あとコーヒーも作って。定食のコーヒーの準備。そうですよ。ランチ召し上がった後にコーヒーが3メスになって、あの大きいのでなくて小さいの。豆腐定食すごく立つね。酢豚とおこげ。酢豚。酢豚は一つだろ。
揚げるのも2回に揚げるから。ボリュームありますね。これは麻婆丼とラーメンのセットです。丼は全部あのセットになってます。はい、天津飯とラーメンセットがおいしかった。麻婆豆腐定食。麻婆豆腐定食。天津飯セットと豆腐定食。
ます。カツ丼で最初見てきて、そこから何回か来とったんですけど、最近は来れてなくて久しぶりに来た感じです。一番のおすすめメニューカツ丼ですね。私もカツ丼でも今日初めてカツ丼以外のものを食べた感じ。美味しかった。美味しかったボリューミーでランチの方がとなんかお得感がに来た時はたまに来ます。あ、そうです。はい。いつも何注文されます？私は酢豚定食か、はい、カニ玉定食と、はい。後輩初めてのカツ丼おすすめなんでって話でカツ丼。めちゃくちゃ美味しいです。
ありがとう。週一やから四回。一応ね、人と全部制覇しちゃって、食べに来て元気に応対してくれるし、楽しくしてくれるから、こちらも明るくなる。主人聞いたら。
料理やったことそうなんですよ、素人だったんですよ。趣味で包丁は握る人だったんですけど、私を私と出会ったということで覚悟して結婚しました。はい、あの父は亡くなったんですけど、父が存命の時にあの修行してあの今に至るという感じですね。はい、実際やってみたらやっぱり自分はこういう商売に向いてるのかなという気はします。やっぱり毎日あの忙しいですけど、やっぱり楽しいですし、大好きですし、この仕事接客大好きですし、だから転職だったのかなと思ってます。うん。